皆さんこんにちは。神戸市民の、淡井圭介です。本日2022年、11月21日。これさ方がいいかな。ちょっとわかりやすいかな。55番、ホームページ淡井圭介の履歴の55番、かまど、何て書いてたかな。まあ、なんせ55番です。学校とか、高校や大学、運動部のあるところで、まあ、給与つけて、かまど発電ということですね。まあ、人口縮小しますから、どこか空いてる教室一つをかまどの教室に改造して、そこで水蒸気発電を行っていただくと。今、まあ、本日の日付である程度の、高校名上げています。大学含めて。で、まあ、大体のところで運動部があるなと、いうところと、まあ、運動部があるかどうかわからないと。いうところで、調べてみましたが、というところ、まあ、そういうところもあります。これをね、日本全国で行っていただければ、例えば一つの学校で一日あたり、例えば、まあ、1万キロワットはなかなか難しいかもしれませんけども、まあ、できなくもないはずなんですよね。かまどの大きさと、あと水蒸気発電の、結局、ギア比をどれぐらいまで持っていくかっていう分、まあ、うまい燃焼効率のさせ方。とにかく、枯れてる竹とかは、河川沿いとか、電車沿いとか、道路沿いにいっぱいあります。で、そこから、まず、採取して、まあ、しっかり乾燥させて、裁断機で砕いてもらう。裁断機。ハンドルぐるぐる回すだけで、ある程度、バキバキっとこう、まあ、砕くようなね、裁断機っていうものありますんでね、そういったものを、設置して、まあ、次々燃料を継ぎ出してもらって、燃料、それがまあ竹とかね、枯れてる倒木だったり、まずはそこから、枯れてる倒木もある程度、斧で切ったり、ノコギリで切ったりだとか、まあ、細かく裁断して、まあ、ある程度のところで裁断機にかけたりだとか、まあ、そういうふうな形で、できるだけね、ガソリンとか使いたくないんです。で、家屋を解体したら解体したで、中から木材とか出てきますんでね、そういったものもその学校で回収して、冬場にとにかく発電をすると。冬場になった太陽光パネルの電力は落ちる可能性は、これはかなりあります。まあ、兵庫県のこの例を元に作ってもらったらいいんです。特に北信越や北海道、東北の方とか、雪降ったりして、まあ、雪が降るっていうことは基本的に、まあ、曇っていたりしますよね。で、まあ、発電効率が落ちると。そういった部分があります。大幅にね。で、そうなってくると何かでカバーしなきゃならない。だから地下水流トンネル発電や、河川水門開閉式ダム発電とか、あとこの釜田発電。とにかくできることは全部しましょうと。そういうふうな形で物事を進めると。で、まあ、電力を売電していただいて、それで貿易輸出入変わってきますから。で、とにかく、石油、天然ガス、石炭、ウラン鉱、もうあんまりありませんと。掘ったら掘ったで大地震発生しますと。これが現実ですんでね。そういったことを僕のホームページ、97地震についてだとか、金属の残存量問題だとか、そういうものを、37番だとか、まあ、いろんなところに、記載しています。まあ、とにかく、40番台とかも見ていただいて、厚生年金、実際どれぐらいの金額が手元に入ってきている方たちがいらっしゃるのか、65歳以上の方たちでね、マクドスライド経済とか、まあ、いろんな部分等々もあって、ああいうような形になってるんですが、まあ、社会の実態として、まあ、今、昭和60年から人材派遣業法ができたんですけども、それによってね、人材派遣業者が世にはびこって、で、社会保険入れますか、入りませんかの話を聞いてくるんです。こっち入るって言ってるのに、その辺のところでね、厚生年金っていうものは半分は会社の負担、介護保険料もです。で、だからかけてなかったら損です。それ所得税の控除で、引けますからね。それ入ってなかったら、
大きな所得税払わなきゃならなくなります、本当に。その辺のところの計算式よく分かってない人は A 票 B 票見ましょう。まあ、自分でね、まあ、見ただけじゃなかなか分からないと思います。その辺はね、学校教育で、まあ、一部税務署さんからもらってきて、あとはコピーして書き込んだりとかして各自ではある程度のことを覚えると、まあそういうお勉強していただけたらと思います。もしかしたらその辺のところも私の YouTube の方でどういうふうなことになってるのか、まあ、計算の方法とか、まあ、掲載できたらだというところなんですが、時間ないんですよね、いろんなことに取り掛かっていて。で、まあ、それぐらいのことは覚えて社会に出てもらわなかったら、人材派遣会社の人たちとかが書類の作り方よく分かってないんです。本当に大真面目に書類の作り方分かってない。その交通費に関しても非課税の対象になるのに、定期とかで身勝手に交通費の金額決めたりだとか、そんなわけの分かんないこと書類で本当にもう上がってきてるから、それを僕のホームページに、出してます。170番ぐらいです。本当に世の中のことをよく分かってない人だらけになってるんでね、ちょっとみんなでこれ頑張って体制立て直さなかったらえらいことになります。本当に急に石油の輸入止まったらどうなるかって言ったら、日本中で物流が止まって、石油の備蓄は日本は3ヶ月分ぐらいしかありません。ガスは90日分なんですけども、今ほとんどガス火力発電なので、どこまであるのか、耐えれるのか分かりません。で、物流が止まったら、電車や自動車全部止まったらどうなるか、食料がありません。なくなります。日本人の9割以上は死にます。これが事実ですからね。みんなでちょっとその辺気合い入れて頑張りましょう。そんなにね、一人一人そんなにものすごく頑張らなきゃなんない話でもないんです。すべての高校、大学、運動部のあるところが頑張れば、どちらにしても体鍛えるんでしょっていう話になってくるんですよ。で、例えば、日曜日、野球部が、野球部関係はね、基本的に木切りに行ったりしてほしいんですよ。で、正直竹集めとかぐらいだったら他の運動部でもできるでしょう。で、斧で木切ったりするぐらいとかだったら、パワー系のね、相撲部とか、アメフト部、ラグビー部、そういったところも筋力つけたいでしょ。つけたいんだったらそれすりゃいいんですよ。筋力つくから、本当に。ものすごく思いっきり力入れて、斧振るんです。あとはね、木なんですけども、倒れ方っていろいろあるんですよ。だから、こちらの方向に倒れないようにしようと思ったら、近くの木にロープで上の方のところ、下の方ダメですよ。ある程度中間かちょっとその上ぐらいのところで、木同士を結んで繋げておくんです。こう輪っかみたいな状態にしてね。わかります?紐を、これが木だったとしますよ。そしたら紐をこう通したらいいんですよ。周りを通す。で、こっちにも通す。そしたらこの辺で結んどけばいいでしょ。で、それで、こことここで結んでいれば、こっちには倒れないでしょ。ロープがある、ロープでこう、なるから。だから、対比場所はこちらだから、そのある程度、斧入れていったところで、角度ついてきたところで、反対側からまあ、切ったりとか。で、ただ、倒れるときに、こうなるから、ね、すぐに対比しなかったら、顎とか、気に、アッパー食らったら大変なことになるから、その辺は急には倒れないです。一応、押してあげるぐらいがいいんだと思います。それもだんだん慣れてきたら、どれぐらいで押したらいいか分かってくると思います。そしたら、ベキベキって言いながら、いきなりものすごいスピードでは倒れないはずですから、倒れ始めたらすぐに対比する、素早い動きで。まあ、それで、かわしてください。その後、転がってくる可能性ありますからね、木。その辺考えて対比してください。枝とかどうなってるのか。大抵枝で止まりますから。枝がいろいろついてるから、回転が止まりますから。まあ、できれば、まあ、30センチ以下のところは、斧で、高校の野球部と、大学の野球部、社会人野球部、プロ野球選手で、まあ、木切りに行けるときは切りに行くと。で、他の運動部等で、まあ、他にも、まあ、手伝ってあげなきゃなんないとき、まあ、手伝ってあげたりとか、まあ、他の運動部でもね、正直、枯れてる竹ぐらい集めれるでしょ、本当に。で、倒木とかもね、ああいう風なものも、山にいっぱいありますんでね。だから、あんまり深いところ入らなくていいです。正直、イノシシとか何が出てくるかわかんないですから、特に北信越、東北、北海道の方とか、熊いるでしょ。あんまり深いところ危険ですので、先に自衛隊呼んどいて、
駆逐してもらってください。もうその辺遠慮しなくていいですから、あんな大きなヒグマとか相手してられませんから、本当に。2メートル30センチもあるようなクマなんかもう人間じゃ絶対無理。漫画の世界だけだからあんなの。初めの一歩の、高村守っていう人が、まあ、自分と同じぐらいのね、よく見たら背丈のクマだから、なんとかなってますけども、たったら2メートル30センチだからもう絶対無理。200キロ軽々超えてきてるから、そんなクマ。絶対相手する無理。僕も逃げます。体鍛えてた僕の、頃の体力でも全力で木のぼろが何しようかなんとか生き延びようとします。本当にね、そういう状況なんでね、もうクマと遭遇したら下手に逃げたら逃げたで追っかけてきて背後を回られる可能性があるので、これね、もう大真面目な話ですけども、もうある程度10メートル以内とか入った時にすぐに周りにいる木切りに行ってる連中集めて数でね、斧構えて、最悪戦った方が身の安全を確保できる可能性高いかもしれません。さすがに5人がかりで取り囲んでしまえば、最初の一撃食らったら、クマもひるみますから、まあ場合によっては逃げ出すと思います。それぐらいの覚悟で全力で振りに行ってヒットすればね、多分撃退できると思います。斧の方でね。なんとなくだと思いますけども、威力はわかるでしょう。力いっぱいのフルスイング、運動の人が、フルスイングしたら、クマにヒットしたら、クマの方も最初の一撃で痛いから、それも対応できなくなるから、なんとなく人間でもわかるでしょう、その辺のところ。とにかく、まあ一応学校名いろいろ、上げていきますけども、これ、もうね、25年ぐらい前の神戸市立ホテルフルーツラーパークで淡井圭介が勤務していた時にそういった案は出してるんです。各学校の理事会の人たち、作らないで今まで何してたんですかの話になりますよ。本当にこんなにエネルギー問題等々もあったのに、こういった話になります。かまどぐらい石組んでコンクリートで周り隙間ないようにすりゃいいだけですから、そんな簡単な工事ぐらいすぐしてください。で、まあ配管の工事とかはプロにしてもらわなきゃなんないです。あと、水蒸気発電の発電機ね。その辺のところは、かまどの大きさに応じた、発電効率の良いところ、あとギア費等に関しても、自動車産業が一番効率の良いギア、システムを作ってくれてますんで、ちょっとそこと連携図って、まあ、日本教育委員会だとか、ああいったところがね、大きな組織が、メーカーさんに頼んで、トヨタさん、淡井さんと、組んでえらい稼いでたらしいじゃないですかと、まあそういうようなところでね、まあちょっとまあ手伝ってもらえませんかと、なんとか対応できそうなお値段でと、その辺お互いウィンウィンの関係でねしていきましょう。それがね、結局日本の貿易出入で見たらわかるでしょうって。本当に災害減らした方がみんなの負担少なくて済むでしょう、消費税上がんなくて済むでしょうって、それぐらい簡単な話ですが、地震発生したら人命もそうですけども、人命がとにかく失われてしまったり大怪我してしまったり、人生ボロボロになって、東日本大震災でね泣いている子どもたちの写真あったでしょ。あんなあんな悲しい話いらないでしょ。もう悪でしょ。何すりゃいいのかね。厚生年金とかちゃんと入れるように しましょう。で、若いうちから厚生年金しっかりかけておけばね、僕みたいに後で、年いってから困るような人も少なくなるんでね。皆さんご対応のほどよろしくお願いいたします。まあその案としてね、マーケティング力云々とかでね、まあみんなにちゃんと給料払って、でそれで余ったお金でその 2.5% 分ぐらいね支払ってくれたらいいと考えてます。もし足らなかったら別に僕お金求めませんから、そういうことです。はい、皆さん頑張って進めてください。以上です。役割分担ですよ。対応よろしくお願いします。